リスナーが描いてくれたイラストを見本とし、それを初心者のわしが描き、あとは任せた。はい、どうも、ソータです。ということで今回はね、リスナーが描いてくれた見本をもとに初心者の僕が描き、そこからさらにね、画力のあるリスナーさんたちにリメイクをお願いするという、もうリメイクしてリメイク、肉の上に肉を重ねるというベーコンチーズダブルバーガーみたいなことをしてみました。見ていきましょう。いや、いきなりうまくない？まあ、確かにデジタルでいいとは言ったし、磨いてくれとも言ったけども、それはもう化粧の領域を超えとるね。この人多分ね、キャラ設定としては男で描いてくれたんだよね。ごめん。僕の絵が下手くせーだ、すいません、また噛みました。僕これ女の子描いたつもりなんですけど、いや、ちょっと待って、この爪の色もしかしてマニキュア塗ってんじゃない？ってことは女の子か？次だ、気を取り直していこう。女の子と理解してくれた人がいたぞ。アレンジを加えてくれてると思うけど、上のこれ何？これご飯粒みたいの飛んできてんだけど。あれ、ちょっと待って。あれかな？みんな女の子描いてくれてるんだけど、絵うまくてかっこよすぎて俺が男だと思ってるだけ？見てくれみんな。面白かった。これさ、画力があって中身の液体も遊び心で描いてくれたのか、俺のここを見てこれ液体だと思ったのかっていうちょっと議論に分かれるんだけど、俺これ外の指描いたんだけど。あ、この子は正真正銘女の子描いたんだろうね。なんかのサーカスにそんなピエロみたいになってるけど。What? 彼女は本当に She's Tapioca Girl? いいんですか、いいんですか、こんなイラストもらっていいんですか、いいんですよ、いいんですよ、あなたのために描いたならば。すごい正当化だ。いや、これマジで可愛い。なんかリゼロのレムみたいになっちゃったって言ってたんだけど、俺もね、多分これレムをイメージして描いてくれたんじゃないのかな。本人さんがね、オリジナルで描いたならちょっと申し訳ないんですけども、俺もね、最初これちょっとレムだと思って描いてた。入れ物がチルチルになってる。頭のこれ何？光？と思ったら包み隠さずもチルチルにしとるがな。頭に生クリームつけとるわ。これはまあ正真正銘女の子だよね。やっぱりあれだね、髪の色は本人の解釈でみんな変わるんだね。ソータさんのやつのやつって何？めちゃくちゃかっこいい。でも音はもちゃもちゃなんだよな。もちゃもちゃ食ってかっこいいの初めて見た。なあ、これかわいい、これかわいい。スタンプ風にね。ミニキャラにすると容器でかいね。マジレスすると体の体積よりも大きい量のタピオカ食わないといけなくなる。いや、鼻で飛ばすな。デジタルで色をつけるな。髪を青にしてしまったら、それはもうレムや。